では今日のウィーニングメッセージは、無失点勝利で貢献した守備の選手ということで選ばれました塩田選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。ここ熊谷での劇的な勝利でしたね。そうですね、なんか熊谷だと負ける気しないんで、最後入るかなと思ってたら本当に入ってよかったです。次甲府戦もすぐに近づいています。今後の試合に向けた意気込みを聞かせてください。そうですね、今日も試合前から素晴らしい雰囲気で、僕前節から出てるんですけど岐阜の時もそうでしたし、今日 の、 熊谷のホームでもそうですけどすごいいつもいい雰囲気作ってもらって、それで選手の、ね、テンションも上がってロッカールームもいい雰囲気ですし、あとは、ね、選手が今とにかく全員が一生懸命戦えているっていうか一つの方向を向いて戦えているっていうのはすごくいいことだと思ってるんで、これ続けて甲府も、倒してこの連戦全勝でいけるように頑張りたいと思います。そして今日は午前中は特に雨が降っている中1万人近くの多くのファンサポーターの皆様に熊谷までお越しいただきました。皆さんに向けたメッセージをお願いします。はい、小雨降る中熊谷に、見に来ていただきありがとうございます。どうにか皆さんに勝利をプレゼントしたいなって思いながらゲームやってましたけど本当にいい形で、勝利プレゼントできてよかったです。また、次はホームはナックになると思いますけどぜひ、皆さん、見に来てください。そして一緒に戦ってください。ありがとうございました。塩田選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。